リータープでシルター型をですね貼っていきたいと思います。うまく貼れるかわからんけど多分こんな感じで合ってるはず。忘れた。まあまあ寝れたらいいや。やべえ、うつ暗くなっていく。やばい、日が沈む。かっこいい。めっちゃかっこいいなこれ。ビリータープのシェルター張りですね。これを広げるとマンタフライになるやつ。ほんま綺麗に貼れたわ。てかやっぱり中も広いな。2メートル2メートルやからな、まあ、隙間がな。ほい。実はですね、特にインナーは持ってきてなくって、これにシート引いて、まあ、寝るっていう形。隙間がだからちゃんとやらないとな。一応ああやって物を置いたら隙間がこうやってカバーできるんで、いつもより空いてるな。すごい、やっぱ冬やから電源ないしな。じゃじゃん。今10度で湿度が 50% ぐらい、ちょうどいい感じかな。シェルターが立てるのがめっちゃ早いから、こんな感じでここに座ってで、こんな感じでここにあとシュラフを置いて寝る。いけそう、いい感じや。これ一番なんかやっぱいいかな。これ葉っぱが刺さってる。なんか結構うわ、ここも刺さってる。結構あれ、ひっつき虫もついてる。結構草ぼうぼうやったから。ちょっとマンドクのハンゴ、これで炊きます。今日は割と簡単メニューです、いつもやけど。でも水多めがいいかなって前耐えた時ちょっと思ったんですよ。なんかちょっと水多め、肩よりかはいいから。ここをこうやって止めるのがかっこいいですよね。これちょっとこの隙間が気になったから。
そうです、そうですよね、はい、ちょっとごめんなさい目悪くて、あ、いえいえ、あ、あの僕うあれとか思って最初パッて見て、あ、なんかイケメンのお兄ちゃん来たなとか思って分かったよ。3度、え、そんな下がったんや、本当に寒いなと思ったんや。今日は焚き火しいひんからこれでごまかす。よいしょ。あったか。これが一番軽いんよな、今使ってる男の中で、うん、ロースのミニミニかまどは本当今年買って一番良かったもの。これ何？こうたかな、こうやった方がいい、そのまま乗せたらな消えんねん、いつも。お、いい感じやな、これで絶対もう十分。一旦こうやって、これじゃあ網でかすぎなんやけどな、ちょっと家にあったやつ、焼き鳥をちょっと焼いてる、あと卵と山芋、2個しか焼かれんなあと3個ある。あ、めっちゃ湯気出てます。うまくいくかな、すごい、すぐ落とすか、うわ、もう焦げてるやん、何もできてない、ね、これ今日とろろにするんですけど、焼いても美味しそうやなって今思った、だ半分焼こっかな、こうじゃがいもやるようにやった方が早いほらできました、切れた、焼き鳥が早い、焼き鳥が早い、うわ焦げてる、うわうわいやこれが燃えてる、うん、これ赤いやん、これでやったらえ、どうしよう、こうしようか、一旦避ける、出まくった、これでとろろにします、あ、面白いなこの作業、なんか大根おろしよりすごい楽いただきます、焦げてるけど美味しいはずや、いただきます、うまっ、うん、焦げてるけど、焼き鳥屋さんみたいにこうしないとこつけないのかな、
うわ、すごい。おぉ、めっちゃ綺麗に炊けてる。すごい。やっぱりちょっと水多めがいいな、これで炊くときは。バッチリや。焼き鳥を置いて、焼き鳥を置いて、さっきのとろろ、すごい、ちょっととろとろしてる、マジで。全部かける。温泉卵をここに。わあ、すごい。かける、いただきます。いただきます。うん、まうますぎ。焼き鳥丼潰しちゃいます。わ、最高やな。親子丼やな、よう見たら親子丼やん。う、絶対美味しい。うん、コンビニで買ったお酒、冷たそうやけどな。いただきます。乾杯。あ、炭酸やと思っとったら炭酸じゃなかった。ワインっぽいな。温めようかな、寒いから。めっちゃ美味しい。じゃがいもやん、これ。やらかしたー。なんかさぎはな、うわ、かさぎは結構泥なんよな。あー、やらかしたー。足当たったってか、毎回落とすよな、ほんま。今回は落としたって3秒ルールがあるやんは通用しません。土のとこ。ごちそうさまでした。めっちゃ食べた今。あ、でも2度か、あんま変わってないな。これ以上下がらんのかな。ふう、寒い。ふう、冷えた冷えた。ほら、白い木。ワインっぽかったんで、ちょっと温めてみます。アルコール飛んでまあいいかなという感じです。ちょっと温まるぐらいがいいかな。今7時で、もうやっとゆっくりタイムって感じです。キャンプ場へ行く予定やったんですけど、あのまさかの平日やのに予約が取れないっていう状態になってて、笠木街道っていうのがなんか見えたんですよ、マップに。笠木街道なんてあんねやと思って、いや笠木街道行ってみるかってなってもう上りはもうずっと押してあるで、基本登山でした。本当にもうなんか金剛山の登山よりほんまきつかった。もうなんかもうどうしようと思った、途中で投げ出すかなと思ったぐらい、助けてっていう思うかなって。あ、黙る。ちょっと楽しみ、やってみよう。負けたらどうなるの。穴開いたの。どうなったので、これどうするの。これこのままやんのかな。
あ、すごいすごい、カラカラしてきた。で、うわぁ、何これ、いい、美味しい匂いしてんねんけど、全部。あははは、見て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 、すごいすごい。あ、終わった、完成。いや、ありがとうございます。なんか嬉しい、熱っ、出来たてやで。いただきます。で、めっちゃ美味しい、え、出来たて、めっちゃ美味しい。なんか美味しすぎてさ、止まらんくなる。このおやつやん。今日もふもとっぱらの時と同じ装備です。こんな感じです。この梅雨が落ちてきそうやなと思って寝てる間に、笠木はすごいからな、ほんまに。でも2度から変わってるのか。明日は起きたら起きるっていう感じにしようかな。それではおやすみなさい。おはようございます。風吹いたせいでこうやって隙間がめっちゃ空いてしまって、です、顔だけ寒かった。0度、何下がらんかった。取り出し方これ美味しいやな。あ、それからいただきます。じゃ、だいぶ伸びちゃったな。うん、あったまる。ごちそうさまでした。
ちゃ温まった。これは拭いたから家で洗う。帰りはもう電車で帰るんですけど、もうちょっと無理すぎるんで。あ、どうも。といっても、もう帰りはちょっと楽して電車で帰ります。やっぱちょっと昨日この自転車ではあの山は難しいかなと思ったんで。Huh?